皆さん、こんばんは。北海道札幌からオリジナルスキンケアアイテムと暮らしにまつわる物事をお届けしています。サボンデシエスタの月柴彩子です、えー。今日も6月10日、月曜日ですね、えー。今日も21時になりましたので、インスタライブをお届けをさせていただきます。はい。今日ね、1週間の始まりですね。皆さん、今日お仕事ね、だった方も多いんじゃないかなと思います。あの、 お休み明けのね、月曜日だとね、なんか朝起きるの大変とかね、いろいろあるかもしれませんが、今日も皆さん、えー、お疲れ様です。あ、M0401 グリーンさん、こんばんは。一番のりのコメントありがとうございます。よかったら皆さんもね、こんばんはとかね、あの、ウェーブで手振ったりとかね、コメント入れていただけたらと思います。はーい。よいしょ。で、今日はですね、えー、っと、私は、えー、っと、皆さんね、月曜日、 あの、仕事スタートっていう方多いと思うんですけれども、あの、直営店のシエスタラボは月曜日と火曜日がお休みなので、私は結構ね、月曜日お休みのことが多いんですよね。で、今日も、あの、月曜日だったので、お休みでした。で、今日はね、あの、すごい一日、ね、やっぱり休む日も大事なので、ゆっくり過ごそうと思って、えー、好きなことをいっぱいやりました。 今日はね、午前中は、まあ、ゆっくり過ごそうと思ったんだけど、結構お出かけもね、したんですよね。今日、えっ、ー、と、ちょっとだけ会社に朝行って、で、それから、えっ、ー、と、今私、体を鍛えようっていうのをライブとかでもね、お話をしているんですけれども、えっ、ー、と、前回はパーソナルトレーニングに行ったっていう話をしたんですけど、今日は、あの、ピラティスのね、あの、体験に行ってきました。またね、ちょっとそれは、あの、また別の機会に詳しく話そうかなと思うんですけれども、それで、 かなり1時間しっかりと運動して、で、それで帰ってきて、洗濯機が壊れてるんですよ、うち、今。な <laughs> ので、洗濯機の修理のおじさんが来てくれたりとかして、で、それが落ち着いた後に、あの、梅をね、あの、先週の土曜日に買ったっていうのを、インスタライブでも話をしたんですけれども、梅がね、いい感じで、あの、追熟できたので、もう今日は梅干しを作るタイミングだなと思って、えー、梅を仕込みました。 ねね今年ちょっと見せようと思うんですけど、今年は、あれです、あの、梅干し2年にいっぺんね、つけているんですけれども、まあ、今年梅を作る、梅干し作る年で、いつも通りの、あの、塩漬けの梅と、あと、梅干し作ろうと思うんですよねっていうのを、この前インスタライブでお話ししたら、あの、聞いてくださっている方が、サシス梅干しっていうのを仕込んでますっていうふうに書いてくださって、 私初めて聞いたんですよ。サしス梅干しっていうのを。で、それは何だろうと思って、ライブが終わった後すぐ調べて、あの、普通梅干しって塩でね、つけていくんですけれども、あの、えっと、お砂糖とお塩とお酢で、 なんか、つけ込むっていうのを書いてあって、そうすると、カビにくいっていうことで、あ、M0401 クリーンさん、先ほどインスタ拝見しました。サシス梅干し調べてくださったのですね。ありがとうございます。そうなんです。あの、コメントでね、教えてくださったので、もうすぐ調べました。ライブ終わった後。で、今年は、あの、半量を、あの、普通の梅干しと、あの、サシス梅干しにしてみました。でも、私、つける量これぐらいなんですけど、こんな感じで、あの、お塩と、 お砂糖と、あと梅、うんとお酢が入ってる感じで、ね、あの、ちょっとこれでしばらくつけて、で、最終的に干していくんですけど、なんかすごい簡単です。あの、普通の梅、塩の梅干しより、なんかカビの漬け込んであるので、なんかこう、カビの心配がなくできるので、あ、これすごくいいの教えてもらったなと思ってます。ありがとうございます。教えてくださって。 で、結構砂糖が入るので、なんか梅干しがどんな梅干しになる、甘い、ちょっと甘い感じになるのかなとか、結構楽しみにしています。で、あともう一つがもう本当にちょっとだけなんですけど、あの、梅シロップも仕込みました。で、あの、あんまりね、こういうシロップ系を私普段飲まなくって、普段作るのもあの、レモンシロップぐらいしか作らないんですよね。でも去年がすごく暑くて、もう本当に夏バテしそうになったので、なんかあの、 クエン酸もね、取れるから、お酢を使った梅シロップを作ったら、あの、なんか夏バテ対策にもいいかなと思って、まず今年は試して自分で作ったら飲むかどうかっていうのを、あの、自分で試してみたかったので、もう本当にちょっとだけなんですけど、えっと、漬け込んでみました。で、今年紫梅を使ったので、なんかあの、ちょっとこう紫がかかったのがもう、あの、漬けたらこう出てきていて、 まずこれはちょっと最終的にどうなるんだろうっていうのをすごい楽しみにしています。今日はね、そんな、えー、お休みの日でした。はい。というわけで、えー、今日の本題の方にね、早速ちょっと入っていこうかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、今日はね、モリンガオイルが肌に良い理由っていうテーマでちょっとお話をしていこうかなと思います。 で、えっ、ー、と、昨日、あの、主人とビジネスサンデーっていう形で、私たちが、あの、幸せな仕事を作りたいっていうお話をさせていただきました。あの、でただ物を作るだけじゃなくて、作って、原料を提供してくださっている方たちも、私たちもお客様も、みんなが、こう、幸せな循環ができるような、あの、ものづくりをシエスさんを目指しているっていうお話をさせていただいて、 で、一つ目の取り組みとして、下川町、北海道の下川町で、毎年食事をさせていただいている話をしたのと、もう一つが、えっと、モリンガオイルのフェアトレードの、あの、で、原料を仕入れさせていただいて、で、えっと、製品にしているっていう話をさせていただきました。で、モリンガオイルがこちらになるんですけれども、本当にね、もう愛用、ちょっと色がうまく出ないですね。 なんか、ほんと愛用してくださってる方が、本当とってもいいアイテム。とても多いアイテムなんですね。なので、えっ、ー、と、今日はね、このモリンガオイルがなんだ、なんなんだっていう話を今日はちょっとしようかなと思っています。で、なんでかっていうと、えっ、ー、と、水曜日から、えっ、ー、と、シエスタ、えー、モリンガフェアというフェアが始まります。 で通常こちらが1本4400円なんですけれども、えっとフェア期間中は単品だと5%引き、それから3本セットっていうのをご用意するんですけど、それだと10%、えっと、5%、5, 5単品だと5%引きで、3本セットだと、えっと、10%引きになる、えっと、フェアを開催させていただきます。で、もうね、結構長いこと2017年からこちらの 商品作っているんですけれども、やっぱり最近シエスタのことを知ってくださった方とかは、あの、あんまりモリンガのことを知らない方も多いんですね。なので、今日は、このモリンガオイルを肌につけると、まあ、どんな良いことがあるのかっていうのをちょっとね、話したいなって思っております。なので、ぜひお付き合いいただけたらと思います。で、モリンガっていうのがそもそも何かっていう話なんですけれども、モリンガってね、あの、植物の名前なんですよね。 で、もともとインド原産の植物で、えっ、ー、と、アイエルベーダとかのこう書物とかにも載っているんですけれども、いろんなね、こう、病気のケアとかに使って、使うことができる植物になります。でも本当に万能で、あの、植物自体ちょっとお見せすると、こんな感じの植物なんですね。あの、 えっと、葉っぱの部分と、それから実の部分、真ん中のこうスティック状のものが実になるんですけれども、葉っぱの部分にはすごくあの鉄分がたくさん含まれているので、あの、お野菜として結構フィリピンの方とかは食べるんですよね。もう一番にも普通に売っているんですけれども、スープに入れたりとかすると、あの、すごく鉄分が取れるので、女性の方にはすごく良くって、 で、最近日本でも、あの、スーパーフードとして、この葉っぱを、あの、乾燥させたものを、が日本に入ってきて、それで、あの、なんだろうシェイクみ、シェイクみたいにして飲んだり、スムージーか。スムージーみたいにして飲んだりとか、あと、あの、とっても使ってるんですけど、うちはもうお湯に溶いて、ここ抹茶みたいに飲んだりとか、あと、ハンバーグの、あの、 種の中に入れて子供がバレないようにこう、野菜みたいな感じで入れたりとか、もう本当にいろんな使い方ができるんですね。で、葉っぱは食べることができて、で、この真ん中のね、実の部分は、あの本当にね、スティック、スティックみたいな、この60センチくらいかなの、のあのスティック状のものなんですけど、この中に種が詰まっていて、で、その種を絞ったオイルが、モリンガシードオイルって言うんですね。で、種はね、こんな感じで、 中を開けると、こんな感じで、左側があの開けた時に入っている状態で、それをね、一個ずつ剥いていくんですよ、手で。で、それで中の角の部分を取り出して、この白い部分を絞ってできるのがモリンガシードオイルになります。で、このモリンガシードオイルって、今すごくあの注目されていて、で、あの、結構高級な化粧水、あの、美容液とかにも結構原料で入っているんですね。 で、なんでそんなに注目されているかっていうと、このモリンガオイルの中にだけしか入ってない成分があって、あの、ベヘン酸っていうね、あんまり皆さん聞き慣れないと思うんですけど、あの、オイルっていろんな種類があるんですけど、成分が。その中にベヘン酸っていう成分が、このモリンガシードオイルにだけしか入ってない成分として含まれています。 で、それが入ってると何がいいかっていうと、お肌に真珠のような艶をプラスするっていうふうに言われてる成分になるんですね。なので、肌がすごくハリが出てきたりとか、あの、すごく綺麗に見せるっていう働きがあるんです。で、それに着目して、結構こう、美容オイルとか、あの美容クリームとかにね、結構ね、入るように今なってきているあの成分になっています。 あの、多分ね、シャネルとか、ああいうちょっと高いクリームとかにも入っていると思います。で、えー、っと、その他にも、あの、すごくオイルバランスが良くって、オレンイン酸とか、あの、そういう成分の構成バランスもすごくいいんですね。なので、これを塗っていただくと、肌がすごく柔らかくなる。それから、ツヤが出る、ハリが出る。もう本当にいいことずくめの、あの、成分になっています。 なので、あの、初めてね、私もこの美容、このモディンガオイルを、あの、お世話になっている、あの、オイルの照射さんから、ちょっと寂しいに使ってみてっていう風に言われた時に、使ったら、翌日の肌の調子がめちゃめちゃ良くて、で、それまで結構私、石鹸と、それから化粧水、 っていう本当にシンプルなスキンケアだったんですけれども、やっぱりちょっとその時年齢がね37歳ぐらいで、なんかそろそろちょっと次のケアをプラスしたいなと思っていた時に、このモリンガオイルを使ったら、もう本当翌朝の肌がすごいもちもちであ、このオイルはそれまでも結構アルガンオイルとか、ね、オリーブオイルとか、結構いろんなオイルを使ってたんですけど、このモリンガオイルは本当にすごいと思ったんですね。 で、それ以外に、あの、私の以外のスタッフもみんなこのモリンガオイルちょっと試しに使ってみようって言ったら、もうみんながみんな、このオイルすごいいいって言って、もうすぐ商品化しようっていうことで、あの、こちらのモリンガオイルの、えっと、セラムの方が誕生したという経緯があります。で、あの、本当にね、このオイルは貴重だし、ちょっとお値段も高いオイルなんですよね。なので、あの、これをね、普通のメーカーさんだと、 多分、全体の構成の中の本当に数パーセントしか入れないんですよ。でも、本当これ100%で使った時にとっても良かったので、もう、モリンゴール100%の美容オイル作ろうよって言って、私たちは作りました。 で、そうしたら、その商社の、あの、代表の方が、いや、シェスタさん、あのオイル何使うのっていうふうに言われて、いや、あの、ちょっと100%の美容オイルにしようと思うんですよね。って言ったら、すっごいびっくりして、え <laughs> ぇみたいな感じで、そんないい、作っちゃうのみたいな。もう、多分、普通のメーカーさんだと少ししか入れないところを、こう100、100%で作ろうっていうのが、多分、あの、商社の代表の方も、イメージになかったから、 すっごいびっくりさせ、されて、さすがそれをやるってシエスタさんだね、みたいな感じでお話をいただいて出来上がったっていう経緯があります。で、あの、使い方なんですけれども、あの、モリングオイルってこうオイルなので、いろんなオイル 使ったことね、ある方いらっしゃる、ほほばオイルとかあると思うんですけど、そベタベタするんじゃないのって思う方がいらっしゃるかもしれないんですが、モリンガオイルはその特徴として、すごく肌馴染みがいいっていう特徴があります。で、あと、すごく伸びがいいんですよね。なので、あの、こう、ちょっと一滴こうつけて、つけるだけでもうさーっとこう伸びるのと、あの、全然こうベタベタした重い感じがないんですね。 で、あっという間に肌にスッとなじむので、あの、これからの夏場の暑い季節とかに使っていただいても、あの、全然こう、重い感じじゃなく、気持ちよく使っていただけるんじゃないかなと思います。で、お顔につけるんだったら、1回に2滴ぐらい、3つだったら2滴ぐらい、冬だったら4滴ぐらいがいいかなと思うんですけれども、あの、皆さんのね、あの、肌の乾燥ぐらいとか、あの、状態に合わせてね、使い比べていただけたらいいなと思っています。 で、色も全く、あの、ついてない無色。なぜこれが無色なのか、ちょっと明日のライブで話そうと思うんですけど、無色で香りもついてない無香料タイプなので、敏感肌の方とか、ちょっと香料がね、強いものが苦手とか、そういう方も、やっぱお顔にね、オイルでつけて、香料が合わないと、やっぱ具合悪くなっちゃったりするじゃないですか。なので、あの、敏感肌の方とかも、すごく安心して使っていただける美容オイルになります。 ね、そんな美容オイルなんですけれども、今日、ね、聞いてくださっている方の中で、このモディングオイル使ったことがあるよーっていう方がいたらね、ぜひね、あの、使い心地とかね、またね、コメントで教えてもらえたら嬉しいです。ね、そんな美容オイルですね。で、あのー、普段のスキンケアの中で使うステップなんですけれども、まず、あの、シアスタのおすすめするシンプルスキンケアは、もう基本はね、皆さん洗顔です、本当に。あの、 当たり前なんだけど、ちゃんと汚れを落とすっていうのはすごく肌にとって大事で、特にこれから暑くなるので、あの汗をかいたりとかして、こう汚れもくっつきやすくなって、あの肌にね、古い老廃物とかも溜まりやすいので、夏場は本当に丁寧にしっかり落としてあげるっていうのはとっても大事になります。なので、まず洗顔でお顔をきれいにしていただく。 で、その後、あの、もし、あの、ちょっと時間に余裕があったら、このね、シュクレを使っていただくのがすごくいいんですよね。で、シュクレで、あの、こう、お顔をマッサージしてあげる。で、最後、洗い流していただくと、あの、肌がすごく潤いがプラスされます。で、やっぱ夏場は紫外線もね、すごく強くなるし、あと、クーラーの乾燥が、結構肌にはダメージが来るんですよね。 なので、あの、毎日この宿でケアをしてあげると、肌がすごくあの柔らかくなるしあの、しっとりとした感じになります。で、その後に化粧水です。で、化粧水も、あの、宿でをね、先にしてあげると、あの、肌が柔らかくなっているので、化粧水の浸透がすごく良くなるんですね。で、このシエスタの化粧水は、中に、あの、 すごく肌に良い,い成分が4つ入っているので、エイジングケアっぽいものも入っているし、肌もしっとりとさせてくれるような働きがある化粧水になります。で、これを本当に丁寧に浸透させてあげてください。 で、その後に使うのがモリンガオイルなんですけれども、水系のものをお顔につけるって、そのままだけだと、そのままだとやっぱり水分が蒸発してしまうので、オイルで負担をしてあげることであの、その水分が蒸発するのが不正で、肌がしっとりともちもちになります。 でさらに、えっ、ー、と、モリンゴオイルは、ベヘンさんとか、あの、オレインさんとかも入ってるので、肌の潤いを守ったりとか、ハリもプラスしてくれる、そういう効果も期待できる感じになります。 で、このモリンガオイルを肌になじませていただければ、もうそれで、あの、夏のスキンケアはもう完了っていう感じですね。すごいほんとシエスタなシンプルスキンケア。とっても簡単で楽ちんだと思うんですけれども、あの、これからね、夏の暑い時期とかもそんな感じで、モリンガオイルは使っていただくといいかなと思います。で、夏場、あの、オイルを使うときに結構皆さんが心配されるのが、や油焼け、あの、 これを塗ったら肌が黒くなっちゃうんじゃないのって心配されるご質問も、本当に毎年必ずいただくんですよね。で、あの、まあ、ちょっと最近のインスタライブでもよくお話をしていますけど、えっ、ー、と、オイルでも石油から取れるオイル、ミネラルオイルとかで、不純物が高いものをお顔に塗っちゃうと、で、それで肌がそこで、あの、日焼け、油焼けしてしまう、酸化しちゃうので、 油焼けするっていうのが原因なんですけれども、シエスタのこのモディングオイルは、もう本当に純度が高いので、まずそういう油焼けは起きないので。安心して使っていただけたらと思います。むしろ、あの、天然の SPF の働きもあるので、あの、これを塗ることで、あの、肌もね、紫外線から守ってくれるっていう働きがあるので、夏場も絶対塗った方がいいです。 なので、本、え、当、ー、使っていただけたら嬉しいなって思っております。そんなね、モリンガオイルなんですけれども、えー、っと、明後日ってから、えー、フェアが開催しますで。どんなフェアかっていうのをちょっとね、ここに載せておきますね。えっと、6月の12日の水曜日から6月の30日の日曜日まで開催させていただくモリンガオイルフェア。で、 えっと、普段ね、1本4400円のモディンガーオイルなんですけど、この期間中は、まず1本お買い求めいただくと、えー、と5%オフの4180円になります。で、3本のセットをお買い求めいただくと、なんとね、10%オフになるので、かなりお得な感じになります。 で通常通りお買い物ポイントとかもそこにプラスされていくので、ポイントも貯まるし、本当にこの時期にお買い求めいただくととってもいいんじゃないかなと思います。ねそんなモリンガオイルフェアが で、あさってから始まりますので、あの、もう先週ぐらいから告知もスタートしていて、すごく楽しみにされてる方とか、うっかりもう始まってるかと思ってお店にお買い物に来てくださって、あれあれ来週からだったみたいな感じで、あの、またあの来週来るねっていう方とかもいらっしゃったんですけれども、すごくね、本当に愛用してくださってる方が多いモリンガオイルなので、 なんかね、はめましてっていう方とかも、この機会にね、ちょっと買いやすくなっているので、ぜひお試しをいただけたら嬉しいなと思います。で、えっ、ー、と、あさっての水曜日の11時スタートになるので、11時になりましたら、あの、バナーがね、ホームページの方に出るので、そこから入っていただくと、えっ、ー、と、フェア会場の方にご覧いただけますので、ぜひ楽しみにしてみてください。はい。 で、そんなね、まあ、モリンガオイルなんですけれども、まあ、2017年にシエスタがこのモリンガオイルの、あの、美容オイルセラムを作り始めた時は、まだね、そんなに、このモリンガオイル、モリンガ自体が日本にこう、広がってなかったから、あの、知ってらっしゃる方とかがいなかったんですよね。 で、今はすごくモリンガを、あの、沖縄とかでも育てることができるので、あの、結構国産のモリンガパウダーだったりとかも出てきているんですよね。で、他の、あの、メーカーのモリンガオイルとシエさサのモリンガオイルは、はてはて何が違うのかっていう話を、あの、明日ね、したいなと思っています。本当に、あの、品種から、あと作り方、そして作った後の、 あの、作ったというか、まあ、絞った後の、あの、瓶詰めのするまでの工程とかも、すごく他のブランドとは全然違う作り方をしているので、ちょっとそちらもね、皆さんにお話をしたいなと思います。やっぱそれだけこだわっているので、すごく、あの、肌にもね、刺激が弱いので、 あの、敏感肌の方とか、あの赤ちゃんとか、そういう方にも使っていただけるオイルんじゃないかなと思っていますので、また明日もね、お話を聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい。というわけでね、今日は、えー、っと、えー、モリンガオイルが肌に良い理由っていうのを、えー、お話をさせていただきました、えー。フェア、楽しみにしていてください。ね。 えー、今日はね、ちょっといつも後半、私の癒しのコーナーみたいな感じで、えー、っと、ちょっとね、おしゃべりをするんですけれども、今日はね、前半に、あの、梅の話をしました。 あのね、途中からね、参加してくださっている方はね、あの、今日前半に話したんですけど、最後にちょっと見せようかなと思うので、またアーカイブ後で開けるので、私の熱い、えー、梅話を、えー、聞いていただけたら嬉しいなと思います。梅干しをね、あの、今年仕込んだので、まあそんな梅の話をしております。えー、でも北海道って、あ、ちょっとまたね、梅の話になっちゃうんだけど、北海道って梅雨がないんですよ。 で、梅つけたことがある方だと、ほら、あの、梅雨明けに梅を干して、で、最後仕上げるじゃないですか。でも、北海道で梅をつけ始めた時に、その梅雨がないから、その梅干しを干すタイミングっていうのが、なんかね、いまいちよくわからなくって、いつ干すんだ、みたいな感じで迷ったんですよね。 なんか最近は、あのー、なんとなく、このスカッと晴れたこのタイミングで、晴れた日が3日ぐらい続いた時に、よし、今だみたいな感じで押しているんですけれども、なんかね、やっぱ本州と北海道って、やっぱそういうのもこう気候が違うから、こう、梅仕事の当たり前なことが北海道に住んでるとわからないみたいなので、最初の頃はね、結構ね、迷いました。あ、MT ともこ18さん、えー、私も明日梅仕事します。あ、 良いですね、梅仕事。ね、楽しいですよね、梅仕事。なんか結局、なんか面倒くさそうって思うんだけど、実際に手を動かしちゃうと、今日もね、梅を、梅が結局1キロ買ったので、多分40個ぐらいだったと思うんですけど、なんやかんやで作業しても1時間弱ぐらいで梅干し2種類と、あと梅シロップの本当にちょっとだけの梅シロップも仕込むことができて、 で、なんかそんなにやっちゃうとね、なんか手間じゃない感じで、めちゃめちゃ楽しくて、香りもね、梅の香りもして、すごく楽しいですね。で、私は結構ね、梅仕事をここからが好きなんですけど、なんか今は結構プリッとした、まあ、綺麗な梅じゃないですか。でも、これって要するに塩漬けなので、あの、漬けていると、だん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 こう梅がシマシマシマーってなって、あの、梅干しのシマシマみたいな感じのが、こう、に変わっていくんですよ。 で、その変化がもうすごい可愛くて、あの、もうやたらとこの時期は毎朝梅をめでてますね。あ変わったかしらどうかしらみたいな感じで、なんかそんなあの変化をね、めでるっていうのもすごく楽しいですね。で私もなんかそういう変化をめでるっていうのがすごく好きで、あの、石鹸を作るっていうのも、あの、やっぱりそうで作った時と、それから一日経った時と、 皆さんにお手元に届くまでに30日間熟成をするんですよね、石鹸って。で、そうすると、あの、毎日毎日石鹸の乾燥具合だったりとか、形も最初はまっすぐだったんだけど、なんかプレーン石鹸とかはね、あの、だん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 こう時間が経っていくと、こういうふうに凹んでくるんですよね。で、そうすると、あの、固くしまったいい石鹸になっていくんですけど、そのね、変化も あの、眺めるのがすごく好きで、なんかそういうちょっとこう変わっていくのを見るのが本当に私実は小さい頃からあの大好きで、なんかその大好きなことを今も仕事にしてるなって思いました。プライベートでもこうやって何かもね、あの、時間がかかる仕込み物をするっていうのは結構好きです。なので、梅だったりとか、あとレモンシロップとかね、あの、一時期お酒を飲まないんだけど、やたら 果実酒を仕込んで、仕込んじゃった後にどうしようって思って、友達を呼んで、あの、ご飯会とか飲み会とかをしたりとかしていました。まあ、そんな一、えー、日でした。ね、あとは、えー、昨日は、あれですね、よさこいもありましたね。皆さんよさこいとか見ますかあのー、つけしばけはね、実はね、よさこいね、娘が大好きなので、あのー、昨日は、 9時からね、あの、ライブをしていたんですけれども、ちょうど、あの、対象はね、発表になったタイミングで、あの、裏側で娘が、あの、すごい、平岸天人を応援してるのでね、娘はね、すっごい喜んでました。で、なんでそんなに好きかっていうと、学校の時、小学校の時の担任の先生が、あの、よさこいわれてらっしゃって、で平げ天人のチームに入っているんですよ。なので、この時期になると先生学校、 その担任の先生は、あの、来なかったんですよね。勇気を取って、あの、いつも、あの、踊りに行っていて、で、そうその時に、あの、衣装をね、学校に持ってきてくれて、いやこんな衣装で先生踊るんだよっていうのを子供たちに見せてくださったら、なんかそれが、なんか娘の中のツボにはまったらしくて、あの、いつも、あの、平岸天神を応援に行くんですよ。あの、佐治記石買って、 パレードを見たりとか。今年はね、ちょっと、私がずっと仕事だったので、連れて行ってあげられなかったんですけど、なんかそんな感じで、実は、あの、つけしばけ、よさこえがとっても大好きです。<laughs> で、えー、今年は、でも、去年も優勝を逃しちゃってあ、優勝できなかったねって言って、今年は見に行かなかった今年なんという優勝で、いやー、ちょっと行きたかったねっていうふうに思いました。 あ、MT とも58さん。娘さん、楽しみをたくさん持ってて素敵ですね。そうなんですよね。すごいあの子は趣味が多くて、まあ、よさ恋も好きですし、今は、あの、もうカルタですよね。百人一首をものすごいやっていて、で、カルタも、なんかね、こう、持って、競技用のカルタを持っているんですけれども、この週末はずっとこのカルタの、これカルタのカードだったとしたら、紙ヤスリで全部この角を削ってましたね。なんかこう、 尖ってると怪我をするかもしれないって言って、先輩たちがみんなこの角を丸くしてるらしくて、それを真似して、ずっとこうカルトンを削っていて、もう本当に、あの、ずっともう壁とのことしか最近考えてないですね。面白いですよ、見ていて <laughs>。はい。というわけで、今日も夜のインスタライブお届けをさせていただきました。 明日の夜も9時から今度はモディンガオイルがあの他のブランドとシエスタのモリンガオイルは何が違うかっていうお話をちょっとしようかなと思っていますのでえもしよかったら皆さん聞いてください。今週もねちょっとだんだんと暑くなったりとかしてきてるんじゃないかなと思うので皆さんどうぞお体も気をつけて1週間、えー、元気を過ごしていきましょう。今日も聞いてくださってありがとうございます。おやすみなさーい。